サカツク04、始まります。ペースは落ちましたが、菊畑五郎、カールルンゲが追加された前回。特に日本人の追加されるペースが落ちましたが、踏ん張り時です。いや、ずっと踏ん張り時か。外国人選手がメインに欲しいところですが、日本人選手も埋めていきたい。もう、一気に欲しいです。収入は41億ほど、一気に獲得できているわけではないので、お金は微妙に増えています。なくなるほどの勢いで選手名鑑を埋めたいのが本音なんですけどね。契約更改が必要な選手は9人と多いですが、選手名鑑のために獲得した選手が6人、世代交代のために自由契約になる矢村健太郎の、合計7人が自由契約となりました。カットしていますが、ちょこちょこサポーターが人事で怒るんだよなぁ、人気が落ちていきそうで心配です。監督スカウトは特に変わらず、スカウトに関しては、バウアー、マティアスあたりが欲しい。そういう狙いです。景気はまずまず良いシーズンだった今回、キャンプ費用が普通料金になっています。さあ、一人でも見つかれば合格になった新人獲得へ。なんとなくですが、この時に感じていた日本人選手が追加される傾向。日本サッカーの割と昔、J リーグができる前の選手たちがモデルの選手で埋まることが多いような気がします。さすがにわからない、その時代は。なのでモデル選手を検索して、さらに手当たり次第でやるしかないです。浦和級、90年代くらいの OB 選手は追加されなかったりするので、こういうお試しで色々取っていっているたびにそう思うようになりました。ということで今回獲得したのは、倉木隆也。結局優先新人で見つけた一人のみとなりました。他は見つからなかったと思います。その倉木は選手名鑑に追加、これで43人となりました。あんまり取れないので、ベンチがスッカスカだなぁ。スッカスカだったので、曽我畑さんをバックアップ要員で獲得。奈良崎が早熟寄りなので、いきなり引退なんて言われる可能性もあるということで、20歳の曽我畑を獲得です。いい補正ですね。その後、大久保がドルトムントから帰国し、留学が完了。開幕し、特に何にもないまま6月まで来ましたが、ここでスカウトが仕事をします。キーパーのサルトン、選手名鑑に乗りそうなレジェンド級がやってきました。イングランドの最高レベルのキーパーなので、選手名鑑に乗ってもらわないと困ります。さらにはブラーメンも、こちらは未所属での発見です。最強クラスのサイドバック、この選手が入らねば誰が入ってくる、というレベルです。ブラーメンは7億1000万。サルトンは総額29億3000万ほどで契約、後日入団となります。ベンチがスッカスカだけど、ギリギリでファーストステージを優勝し、未所属リストからお試しで三倉良介もチェックがてら獲得。落ち着いたタイミングで曽我畑さんが留学に行き、3人が入団、さあ、前代未聞の展開が幕を開ける。まずサルトンが追加、OK です。さらに追加される場合は続けて同じように、選手名鑑の追加が発表されますが。背番号選択画面へ。ブラーメンどこ行った？なぜブラーメンは追加されないんだ？世界最高レベルのサイドバックが、追加されると思って、セーブすらしていなかったので、進めました。でも、活発だったこの年のスカウト、さらに動きがありました。
やっと見つかりました、バウアー。31歳なので、すぐ自由契約にしますが、未所属で発見です。1年半の契約で、15億かかりましたが、バウアーを埋めるのに、この金額で済むのはとても良いことです。さすがに埋まるのは知っているけど、なんか心配だった入団会見。よかった、ちゃんと埋まりました。その後11月、長く支えてくれたブラゴスキーが引退を発表し、セカンドステージは2位、半分しか勝てませんでした。という1年でした。それなりに動いていたと思います、スカウトが。では、成長確認をして終わりますね。チームはグラゴスキーが引退、しかし大久保が留学を終えたので無事入れ替えができたというところです。では見ていきます。奈良崎は少し成長、ディフェンスが天井につくことを期待しています。紙に届いてませんが、守備は最高レベルになっている星野、このまま使っていけそうです。中田浩二は良い成長かな？しっかり伸びていってます。髪の領域に届きそうです。服部はうっすら成長、システムがまだあまり成長していないので、そこが課題です。鳩は少し成長、26歳でだいぶ成長しているので、いい選手だと思います。福西は少し成長、少しと言ってもこのレベルで少しなので、いい成長です。稲村は完成、さらに若い世代が来るまではやってもらいたい選手です。沢登りはうっすら、彼はもっと伸びてほしい選手ですが、止まったようです。小笠原は良い能力に、沢登りさんもこうなってほしかった、という高レベルな選手になっています。大久保嘉人は、少し成長、これからの選手ですが、すでにかなり高い能力です。我がクラブ最強選手、フォーリット、システムが生まれば綺麗になりますね。世代交代ができたので、ベンチ組の柱谷、契約最終年なので、今季限りかな。奥村も同じ感じです。世代交代というのと、J 補正の波に飲まれました。引退するグラゴスキー、無事大久保が出てくるタイミングまで務め上げました。選手名鑑に載っていたサルトン、契約までいてもらう予定です。バウアーも同じ感じですが、かなり能力が高すぎますね。若い状態で欲しいなぁ。全く追加されなかったミクラ、追加されないだろうなとは思っていました。アライバは少し成長、どこまで伸びるかな。選手名鑑に載っていなかったブラーメン、なぜなのか、セガさんなんでですか？山田は少し成長、ユーティリティ選手としていい能力になってきています。そして倉木達也、3人追加されたので良かったと思います。一時のベテラン引退ラッシュは無事乗り切り、平穏が訪れています。しかし、またやってくるので、そのために補強はしつつ、選手名鑑をメモしていかねばなりません。フォワード不足だけが課題なんですが、フォーリットを前に置いているのもあるし、ミッドフィルダーが豊富なので、人が足らないということはないでしょう。なので課題はほぼないという感覚です。それより選手名鑑だなというところですね。日本人も他クラブから移籍金を払って獲得するスタイルを取らねばならない時期に来ていると思っています。今回はここで終了します。川本鬼重、辰政、さらなる外国人選手、見つけたいと思います。ご視聴ありがとうございました。